ジェン君、おはよう。今日は、朝からですね、マオイママさんのいとこがドッグホテルを経営していて、そのホームページの打ち合わせで我が家に来ます。我が家はほとんど人が来ませんので、ジェン君、ポンちゃん、どうかな、どっかに隠れるかもしれませんね。ただ、ワンちゃんや、ま、にゃんこも含めてプロですので、さあね、大丈夫かな。電話だ。はい、ジャン君、来たみたいよ。ドッグホテルの名前はドッグワンという、ホテルで、葉山にあるホテルです。民家をね、そのまま使った形のドッグホテルでございます。パピーなんとかみたいな、パピーじゃないのかな、幼稚園的な、やり方をするホテルです。すごいことだよね。さすがはやっぱりプロの、動物誌。こんなに近くにいるのに大丈夫です。ジャン君が大丈夫なんて珍しいです。一度も隠れなかったね。すごいね、すごいね。あとみんなで大笑いして話してるのに全然、こんなに大きい声してるんです。大丈夫だね。夫婦でいてもあんなに大声で笑わないもんね、うちね。私向こうにいたけど、なんだから、普通ね、二人で生活しててもテレビ見てウフフって笑う程度の、まあ、まあね、腹抱えて笑うっていうようなテレビが最近ないのでね、うんうん、まあ、あとはやっぱりジャン君とポンちゃんいるから、あんまりすごい大きい声とか音を立てないようにはしてるかな、まあね、全然大丈夫でした。笑った。ドッグワンをよろしく。